江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本の公園文化がとてもしっかりしている理由は何ですかね、ということでですね、スレッドが上がっておりましたのでご紹介していきたいと思います。まずスレ主の書き込み見てみましょう。くーちゃんお願いします。今度の東京ドーム MAMA KPOP の年末音楽受賞式と渓谷での MAMA 収益の差を見ると半端ないですね。日本の方は売り切れ、手に入れるのが大変で追加料金で購入。渓谷の放送局の年末歌謡祭を全部日本でやろうという理由がわかる気がします。今回のミュージックバンクベルーナドームでやる渓谷 KBS の音楽祭の年末特集も渓谷と日本で分けて行うんですが、日本は日本で人気のあるグループを集めていましたね。確かに渓谷の公演文化と差があると思うんですよね。日本人は公演を見に行くときはお金を節約しない感じ。音楽市場の規模の差がこの公演文化から来るようです。日本がガラパゴスのようですが、公演文化の規模がとてつもないので2位をずっと維持しています。アメリカはありえないくらい大きいけど。はい、というね、書き込みでございました。こちらに対してですね、渓谷の反応を見ていきましょう。はい、それでは1人目、こちら。公演に行ってみると、特にグッズの購買力が本当に高いです。グッズはミュージシャンが全部もらえるから好きになるしかない。渓谷と経済規模の差を最小限に抑えても3倍以上です。賃上げがなくてお金を大事にするのが生活化されたのが日本人と言ってたのに、自分の趣味にはお金をよく使いますね。使うね。経済力です。失われた歳月といっても世界のトップになっていこう。今は1人当たりの所得が渓谷と似ている状況ですが、その状態で40年続きました。その間にインフラが発展して消費文化が発展したのです。僕たちは最近上がってきました。それで最近アリーナ建てますよね。渓谷は渓谷に日本ほどのキャパのあるアリーナがないんですよね。日本とは比較にならないぐらい収容人数が少ない、こうアリーナしかないと。まあ音楽だったりの専用のね、野球場とかでもならまああるんですけど、こう音楽専用のアリーナがないんですよね。だから日本でやった方が稼げるって意味ですかね。文化の差が大きいですよね。日本は競技場や公園に行ってみるのがとても慣れている国です。サッカーや野球の観客動員を見ただけでもすごいです。私は習慣あるいは文化の違いだと思います。渓谷は公演を見たり競技場に行ってみたりすることを特別なイベントのように思っているので、放送局の年末舞台や授賞式をお金を払ってみるという概念自体が渓谷はないからです。文化の違いは文化の違いですが、お金にケチとかではなく、このコンテンツを見る視線の違いのためです。男たちがお金を使うのを惜しむ。ミュージカル、演劇を見ることもあくまで虚勢、インスタ用と片付けて気が狂ったことだと思って無駄なところにお金を使うなとなる。これで発達するはずがない。ネットフリックスを1ヶ月に1万本ももったいなくて迂回してみる人たちはここにたくさんいる。女性歌手の露出のある衣装は画像だけで消費するので、コンサートを開いてもお金を払って買ってみる人が10人に1人いるかどうか。行くとしてもグッズまで買う人も珍しいですよね。それでコンサートの動画を見ながら、コンサートでは露出しなかったとがっかり。実は渓谷の公演市場が女性中心なんですが、とにかくこれだけ成長したのもすごいことです。ミュージカル市場だけでもアメリカ、イギリス、日本の次だから、客はお金を使わないのに。女性歌手の露出のある衣装は画像だけで消費する。消費、おー意味深だね。コンサートの動画を見ながら、コンサートで露出しなかったとがっかり。コンサートは行かないで動画で見ると。で、見たはいいけど、その女性歌手が露出が少ない、なかったから、動画を見てがっかりするってことですね。それは何需要なんだ。お金を貯めて家を買うとき、または結婚するときに出さなければならないからです。そういうのに全部行ったらお金を貯められません。女性たちはそういうことをしてお金が少ないし、
この国では男性だけが狂ったようにお金を貯めるよう強要されるからです。強制徴兵で犬のように連れて行かれ、人生を剥奪される期間があるにもかかわらず、映画の価格が数千本上がったことで映画館が大騒ぎになったのに、演劇ミュージカルコンサートを見るはずがない。ただ文化に対する関心があまりなく、お金を使うのももったいないし、使う意思もないのです。私が今すぐ今日何枚ウォンをどこに使おうか悩んだ末、お金を貯めなければならないから文化生活を選ばなくなるという話ではなく、この国全体的な雰囲気が男性はそういう方向に、お金を使わなくなる方向に形成されてきたということです。男性が消費を減らさなければならない社会的な巨大な圧迫があるということは明らかな事実であり、その影響を大きく受ける分野の一つが文化産業であるだけ。はい、ということでね、それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきましょう。でもなんかそういう風な社会的な雰囲気があるんだね。あんまり行かないんだね。だから儲かんないんだね。だからって日本来なくたっていいじゃんって思うんですけど。関係ねえよ。お前らがダメなだけだろ。警告の場合は、席スカスカだったら受けるけどな。実際問題、スカスカなんでしょう。野球場とかも、こう、入る人数が全然違いますからね。ガラパゴス覚えたから使いたいんだな、わら。日本で人気ないやつ、日本に連れてきたって仕方ねえだろ、わら。まあそもそも、日本の血を踏むな。アーティストに対する応援っていう観点もあるんだよ、わかんねえだろうな。どうなんですかね。なんか私はこの K-POP、 特に女性歌手については、なんか色を前面に出してて、色気っていうか、エッチな感じ、性欲をそそるような、ダンスとか、男にとっちゃ単なるズリネタしかないって言っちゃダメかな。どうなんだろう。そういう目線で見てしまうんですけどね。ノーやら歌舞伎やら公演文化の歴史は長いからな。自国でやれよ。強制労働されたと騒ぐんだ。60年後にこっち来たんのし。70年後に無理やり連れてこられて歌わされ踊らされたって謝罪と賠償要求するんでしょ。知ってます。大きいアリーナ建てても自戒するんじゃね。警告人が作るんだぜ。警告は安全と言ってる建物がダメダメだからな、わら。アーティストにとっても日本や海外の方が自分の取り分がいいから仕方ない。まずは借金せずに公演を見るところからやり直せ。日本のライブ物販で儲ける仕組みはもう何十年も前からですよ。コンサート会場の良さがわからないとか、なんなんだかな。カラオケ店に行けば売り張るしてもらえるやん。警告、狂ったようにお金を貯める、はて、狂ったように借金するのをお金を貯めるとは言わないはずだが、お前らのところに5万人以上のアリーナとかほぼないだろ。土地が余ってる全裸道に作ったらいいんじゃね。だからって日本の芸能界に日本人名前で食い込んでくるな、迷惑だ。 K-POP なんて海外ファンで支えられているようなものなのに、売りなら文化とか言ってるの恥ずかしいわ。クポップ好きな男性見たことない。女子が可愛いって言ってることはあるけど。あー、どうなんですか。わかんないね。この、誰、でも女子が、まあ女子が女子を見るシーンってあると思うんですけど、大体ファンは男じゃないの。なんか K-POP のアイドルがぼやいてなかった。日本に来たら年配の、なんだ、中年のファンが多いって。で、なんかチラッとディスりまでいかないけど、なんかちょっと言ってたような、おこごとを言ってたような気がするんだよね。で、それに対して日本の評論家がフルボッコで、いや、今のアイドルのファンはみんなあれですよ、年配の人ですよって。そこが一番お金持ってるんだから、そこを大切にしないと、マネタイズ成り立たないよって、日本の評論家がヤフーのコメント欄にコメントしてましたけどね。K では、あのセクシーさが女性らしさなんでしょ?からのファンは見たことあるよ。はい、ということでね、皆さんはどう思いますでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。